皆さんこんにちは、はい。今日はですね、ぎっくり腰についてちょっとお話をしていきたいと思います。いろいろどうやって寝たらいいかとかですね、どうやって、座ったらいいかとか、今まさになっている最中でございまして、それをですね、皆さんにお伝えできればなと思います。はい。2日前に、ぎっくり腰になって、卓球をこうやってる時になってしまったんですけれども、そのサーブを出してその後にちょっとぎっくり腰になったという状況で、そのちょっと直後に、その針ってこう刺すやつですね、あれに行こうと思ったら、ちょうど診療時間が終わってまして、で、1時間半ぐらいちょっと経ってから、2時間ぐらいですかね、経ってからまたその、針のところに行って刺してもらったんですけど、その効果があるかないかっていうのは多分個人差があると思うんですけど、やっぱりこう専門家の方にやっていただくのが一番よろしいんじゃないかなと思ってます。はい。で、そのやった直後っていうのはなんか良くなったかなってないかはちょっともう本当に痛すぎてもう分からないんですけれども、でも多分やらないともっとひどい状態になってたんじゃないかなっていうふうに、思います。で、前回になった時ももうすぐ針に行って、で今回もすぐ同じところに今この行って針の治療をした感じになります。で、今回はですね、ちょっと骨盤ベルトをですね、つけてます。はい。ちょっとどんな感じかちょっと見せます。骨盤ベルトなんですけど、今ちょっとこうズボンの下に今履いてるんですけど、こういう感じでつけてます。よく試合会場とかでつけてる人いらっしゃいますけど、こうやって簡単に、取り外しが、できるんですけども、こういう感じで、はい、こういうファイテンさんの、やつを使ってます。骨盤ベルト、これで L サイズですね。僕身長182センチで体重が今77キロぐらいなんですけど、これで全然いけますね。はい。で、これをこうやってつけて、結構でもちょっとお腹周りが、太ったのかちょっと窮屈なんですけど、こういう感じで止めて、で最後ここの、なんか補助ベルトみたいなのがあるんですけど、これでちょっと調整するとこうキュッと締まる感じになるんで、だいぶ腰が楽になります。ただ座ったりとか立ったり繰り返してるとだんだん少しやっぱ若干上に上がってくるんで、それだけちょっと気をつけてもらったらいいかなと思います。はい。じゃあちょっとこれつけたままですけど、つけたままやっていきたいと思います。そうですね、この骨盤ベルトつけてるとやっぱりレッスンとかでやっぱり腰を回したりするんで、これがあった方がやっぱり 楽ですね。はい。ただ座るときはずっとつけてると窮屈になっちゃうんで、座るときはちょっと外した方がいいかもしれないです。長時間座るときは特に、はい、外してください。はい、すみません、ちょっと顔映ってないんですけど説明していきます。はい。まずこの寝るときですね、寝るときが一番しんどくてですね、これのとき腰本当に、もう痛くてもう全然座れないんですけど、こうコツがあって、これまっすぐ、なるべくこうまっすぐ座るんですよ。これまっすぐ座らないと、これ傾けるともうこっちに傾けたらもうめちゃくちゃ痛いんで、これこのままずっとこう真下に降りる感じなんですけど、難しいって方はなんかこう椅子とか置きながらこう、しゃがむといいかなと思います。はい。僕はこうもうそのまま太ももをこうやって押さえて、で体重をこうかけながらゆっくりまっすぐを座ります。はい。で、この姿勢ができれば大丈夫なんですけど、これひっくり返ると本当に死ぬんで、死ぬっていうのはもう本当めちゃくちゃ痛いんで、転ばないように気をつけてください。で、この状態から足が、僕は今右腰が痛いんですけど、どっちからついてもいいんですけど、ちょっと様子見るんですね、どっちでもいいんで、倒しやすい方、僕ちょっと今体めちゃくちゃ硬いんで難しいですけど、ちょっとこう支えながら、ちょっと今ここにフェンスがあるので、ちょっと支えながらいきます。これ布団だったらそのままドンっていっちゃっていいんですけど、振動があって痛い方はちょっとやめた方がいいですね。気をつけて、こうそーっていきます。
で、ついたら、ここまで行ったらもう大丈夫ですね。で、そこからこのままこっちの足もこうつけます。で、正座のような格好なんですけど、こういう格好は全然痛くないんで、ここまでできたらもう大丈夫です。で、問題はここからで、ここから、こう寝転びたいんですけど、もうこの時点で僕今腰がちょっとピキピキなってるんで、これ結構もうこれ以上ちょっといけないんですけど、このまま手をこうついていって、で、ぐーっといくんですけど、これでもう重症の方は多分これ以上いけないと思うんで、まあちょっと個人差あるんですけど、とりあえずこういってみて、いけそうだったらそのまま、このままいきます。でもちょっと僕今痛いんでちょっと戻ります、はい。痛かったらもう無理しないでちょっと休みます。で、足の位置をちょっとこう今調整しました。はい。で、このポーズって結構楽なんですね。で、このポーズ結構楽なんで、ここでもう待機してもいいですもん。で、ゆっくり、もうほんとゆっくりって、で、この肘がつけたらもうこれでも大丈夫です。はい。で、こういってもうとにかくもうゆっくりでいきます。で、いけそうだったら、ね、そのまま寝転びます。そのまま、まっすぐいきます。はい、いけました。はい。で、問題はこの後で、問題は、これ、寝るときなんですけど、このままだと寝転べないので、どうしたらいいかっていうと、これ、もう、健康な状態だと、簡単なんですけど、ぎっくり腰だと、ちょっとでも動かすと本当に痛いんで、慎重にやってほしいんですけど、もうこの手をまず、こう伸ばします。伸ばします。で、伸ばしたまま、こっちの手をついて、今ちょっとまだ痛いんですけど、ちょっとずつ足をこう揃えたりとかしながら、で、このままこうゴロンっていくと横に、寝転べます、はい。で、これでこのまま、枕とかですね、置いてやったらもう、ね、寝られるんで、これで寝られます。で、足もこれ、動かすのすごい大変なんですよ。大変な時はもう手を使って動かしてもいいです、はい。まあ、あとはあれですね、これ理想はこのまま膝をこう曲げます。曲げてこっちの足もこう曲げて、はい。で、これでもう一応寝るポーズができてるんで、で、まあ、そのいける方はこのまま仰向けで、ちょっと僕今体でかいんでこれはみ出したんですけど、いける方はそのままこのままこうやってゴロロンってこう、ちょっとまだ治ってないんで、はい、ちょっとずつこうサポートしながら仰向けになります、はい。はい、こんな感じで、はい、なります、はい。で、あとはもうこのゆっくり響かないようにゆっくり足を伸ばして、こっちもゆっくりこう足を伸ばします、はい。で、これであとはまあ布団かけて、まあ、寝るっていう感じに、なっていきます、はい。で、これこっち向くときも同じような感じで足曲げて向こうに向くんですけど、もうしんどかったらもうあんまり動かない方がいいですよ、これ、はい。で、これ一番難関なのはこれ寝て1日目寝て朝起きたときが本当にめちゃくちゃ苦しいんですけど、起きるときは、どんな形なんですけど、まずやっぱりまあ足をこうまず上げてあげて、同じような感じですね。で、こっちも上げます。上げます、はい。で、ゆっくりゆっくり、これいけたらこういってもいいですね。こういって、それからちょっと足を乗っけて、で、ゆっくり動かします。で、こんな感じで横に頑張って動きます、はい、はい。こんな感じですね、はい。で、向いたら今度この手をまたこうやって上げて、まあ、さっきの逆再生みたいな感じになるんですよね。で、まだ足伸ばして、で、そのままこれ急にゴロンっていくと腰まで痛くなっちゃうんで、これをこうにして、こんな感じで痛かったらすぐ戻ってください、はい。痛かったら無理しないで、はい。ちょっとまだ痛いです。で、これだったらまだ我慢できます、はい。 OK です、はい。そしたら起きるときはこういう膝、これですね、これを支えにしてこういう感じで少しずつ上がります、はい。
で、いけそこの肘をだんだんこういう感じで入れていきます。はい。はい、入れていきます。はい、で、手をついて、ちょっとまだ痛いですね。痛いときは、ちょっとこの足の、この幅をちょっと調整するといいです。この足の幅を。そうすると、なんかこう痛くないポイントが見つかったりするんで。はい、で、あとは、そのまま、少しずつ起き上がっていきます。これが結構ポイントですね。ここを支えるとすごい楽なんで、はい、こんな感じで、はい、今何分経ってますかね、ちょっと見えないですけど、結構時間かかります。朝初日やって2日目とかだとひどい場合だと1時間ぐらいかかったりする場合もあるんで、ちょっと本当にこれは大変です。はい、で、立つ時なんですけど、これなるべく1回でこれちゃんとやりたいんですけど、ちょっとやってみますね。これ本当は僕今支え全然ないんで、支えをちゃんとこれ用意した方が良かったですね。まあ、僕今フェンスあるので、フェンスを使って、このちょっと見えますかね、ここにフェンスがあるんですよ。これを使ってみます。これを使ったり何でもいいんで、これでいい、これでいい。そしたらこれを上げて、で、なんかこう支えになるものを探して、そうですね、まあ、フェンス不安定なんで、まあ、本当は壁とか使った方がいいですかね。まあ、とりあえずここまで行ったらもう大丈夫です。はい、ここまで行ったらもう安心なんで。で、ここから、ちょっとずつ上がっていきます。でもこれ、かなりしんどいんで、スクワットとかできない人とかちょっと難しいかもしれないです。はい、例えばこう行って、で、なるべくここまで行ったら、腰めちゃくちゃ、今曲がってますけど、このポーズはまだ楽なんですよね。で、足をちょっと開いて調整して、ちょっとずつこのここを使っています。はい、で、上がっていきます、ゆっくり。はい、これで大丈夫ですね。はい、で、朝起きた時とかだと、これ歩く時にめちゃくちゃ痛いんですよね。で、痛い時は無理して足を上げないで、なるべくこう、まあ、引きずるような感じで上げた方が楽にできます。はい、で、無理して本当に動かないでちょっとずつちょっとずつ行くと、温まってくると足が動くなるんで、はい、ちょっとこんな感じで、はい、行きます。はい、この感じで寝て起きてっていうのはこんな感じですかね。はい、ちょっとこれで、あとこれを直さなきゃいけない時とかは、これ本当困りますよね。これちょっと動きが悪いんですけど、まあ、こうやって足を使って、まあ、こんな感じで、まあ、うまく丸めて、で、ちょっとでも、まあ、この掴みやすくしたりとかして工夫します。で、多分これ台があるんで、これは多分簡単に上がれるので、これ同じ上でこのままこう下がって、で、物を取るときなんかはこうやって取りますね。で、こうやって、まあ、これは上で畳んでもいいんですけど、まあ、とにかくこういう感じで、まあ、畳んでって、上で畳んだ方が楽か、とにかく工夫してやっていきます、ね、もうとにかく工夫してこんな感じで。まず結構このポーズ楽なんで、楽なポーズがあったら覚えておいてですね、自分の体のポーズって多分自分の楽なポーズって全然人によって違うので、はい、こういう感じで、はい、やりました。はい、あとは、これ横にならないようにしてまっすぐ上がっています。できるだけまっすぐで、もうちょっと見たかったらこうやって、ここがポイントですね。ここを使って、はい、この付け根のあたりを掴んでグッとこう押し上げるような感じですね。はい、はい、続いてこう椅子の座り方なんですけど、まずですね、こう横になったりするとすっごい痛み感じるんで、とにかくまっすぐこう座ってあげるってことが、大事になってきます。はい、じゃあちょっと座ってみます。これ、まあ、今この丸い椅子使ってますけど、本当はもうちょっと高さがあった方が楽らしいんですね。で、柔らかい椅子とかだと、僕はですね、僕ちょっとやってみた感じは、骨盤がすごく動くので、あんまり柔らかすぎると起き上がるときに痛かったりとかしますので、あんまり柔らかすぎない方がいいと思います。クッションも、敷いてもいいんですけど、まあ、これも個人差なんでやってみたら多分分かると思うんですけど、大丈夫な方はそのままやってもらって、僕はあんまりクッションは柔らかいのは使わないですね。で、固めのクッションか、まあ、こういう本当に何もないやつにしてます。はい、で、起き上がり方なんですけど、座り方なんですけど、座るときに、
これまっすぐ座ります。まっすぐ。まっすぐ。このこうして腰をとにかく曲げないようにしてで座ります。これちょっと重いですね。まあ、ちょっと予想以上に低かったですね。思ったより。はい、でこんな感じで、腰をまっすぐして座ります。はい、で深く座らないで浅く座った方が。いいっていろいろサイト調べて書いてあって、でもその通りで浅草の方が多分起き上がりやすいんですよね。なので、僕は浅く座ってます、はい、でこれ立つ時ですね。で経験上1時間以上座ってると立つ時本当に痛くて、でも、短い時間でも立つと痛い時もありますけど、とにかく2時間とか3時間とか座らない方がいいのかなと思ったりもします。でもただ立ってるわけにもいかないですもんね。なのでどういうポーズがいいかちょっとわかんないですけど、僕なんかもう普通に卓球の、まあ、レッスンなんかをですね、球出しとかこうボール出してちょっと生徒さんにちょっと申し訳ないんですけど、そのままやらさせてもらってるんですけど、あと軽い運動とかはしたりします。買い物に行ったりとかそういうのはしたりします。ただリュックとか背負うと背骨に当たったりするので、あんまりリュックでも物を入れない方がいいかもしれないですね。で荷物もあんまり重いものを持つとバランス崩しやすくなるので軽いものにした方がいいですね。もうで、とにかくもうこう体に負担かかんないようにちょっとまあした方がいいですね。はい、でちょっとじゃあまず立ち上がってですね。立ち上がるときはこうまずちょっと前に体重かけるんですよ。で体重かけて足の手は起こす、もう足ですね。でかけます。でちょっとお尻を上げます。でこのポーズが結構、大事になってきます。でここから、ちょっとずつこうやって太もものやっぱりこれも付け根の方に手を持ってきます。でそのままギュッとこのまま上に上げます。こうやってでここまで来たらもうほぼ勝ちですね。勝ちって何が勝ちか分かるんですけど、誰と勝負してるのかっていう話なんですよ。こんな感じで、はい、でまっすぐになって、はい、であとは、まあ、こうつま先を元に戻して、まあ多分その足のその作り方とかもあるんですけど、僕の場合ちょっと開き気味にした方がなんか立ちやすいかなって思ってます。はい、でこんな感じで、はい、立ってます。でやっぱりあとなんか支えるものがあるとすごい楽ですね。はい、なので辛い方はもうやっぱりこういう支えがあるところに、椅子を持ってきた方がいいですよね。はい、特に高い方がいいですね。高い方が楽に上がれるんで、低い、ものよりもちょっと高めのものの近くに椅子を置いたりとかすると、まあ、いいかなと思います。あとパソコンの作業とかもこうやってると本当に腰痛くなるん でどうにももう多分仕事とかしてもう絶対今日中にとかっていう場合は、もう例えばマウスをですね、例えば僕なんか冷蔵庫の上に置いてこうクリックしながらこうやったりとかして、こうやったりもしてました。なのでもうどうしても仕上げなきゃいけない場合だとはこう、パソコンもここに例えば何個の上に置いてもいいでしょうし、こうやってやってもいいでしょうし、あんまり座らない方がいいかもしれないですね。はい、あとはまあ気をつける点としては、あと水ですね。水、水分補給とかもしないと脱水症状になったりするんで、水は絶対飲んでください。はい、でもちょっと気をつけなきゃいけないのは、飲みすぎると夜中トイレ行きたくなるんで、まあ、適量でいいかなと思います。で治ってきたらまあ全然バンバン飲んでもいいと思うんですけど、その初日とかにまあトイレでめちゃくちゃ行きたくなったりとかすると困るんで、まあ、その必ず量を足してから寝るようにするとか、まあ、飲みすぎないように気をつける方がいいかなと思います。あとはやっぱりそのやってるのくしゃみとか咳とかするとすっごい響くん でそういう場合はもうなんかアレグラとか飲んだりとか、まあそのね、薬をですね、まあその、まあ、その自分に合った薬があると思うんで、まあ、そういうのをですね飲んだりとかしてあんまり出ないようにした方がいいと思います。はい、これはあくまでもまあ実体験なんで、これが正しいってわけじゃないんで、それは自分なりにこう正しいやり方を見つけてもらったらいいかなと思うので、まあ、もう参考程度に聞いていただけたらと思いますので、はい、まあ、そうですね。あとはまあ気をつけるのは、道路とかだと普通に歩いてると全然何にも感じないんですけど、意外と道路ってこう歪んでたりとかして、でそこを歩くとこう足上げたりとかするとちょっと痛かったりとかするんで、なるべくこう足のこの上げる動作がないようにしてあげた方がいいですね。はい、であとやっぱり怖かったのはやっぱ階段ですからね。階段の上りはまだいいんですけど、降りるときにこうガクッてなったりするんで、
あ、手すりがやっぱあるところか、なるべく使わない、またエレベーターを使ったりすると、まあ、よろしいんじゃないかなと思います。階段はですね結構きついです、はい、で要はこの上げる動作がちょっとやっぱり難しいんで、はい、まあ、あとはそうですね、食べるものなんかも食べ過ぎるとやっぱお腹下したりするんで、まあ、本当に病人だと思って、その食生活ちょっと気をつけた方がですね、食べるもの、あとまあお風呂とかですね、お風呂はまあ初日は入らない方がいいっていうあれで、まあシャワーとか浴びるんですけど、シャワーも、まあうちちょっとユニットバスなんですけど、ユニットバスだともう足上げないと浴槽に入れないですよ。で上げるってなったらもうこれ拷問みたいなもんで、初日はもうあのびしょびしょになってみて、もうとりあえずそのトイレのところの近くでもバーッと流して、でもうそれしょうがないんでもうそれでやりましたなとか、はい、まあ、普通のユニットバスじゃなければ多分まあシャワーで普通に出せるんですけど、はい、そのお風呂とかですね結構気をつけました。で、まあ、あと困ったのはその朝起きた時に床に物が散らばりすぎてて、もう何時か取れないっていうのがあって、骨盤ベルトも携帯もなんか他のものもいっぱいあったりとかして取れないので、もう足でこうかき集めてで取ったりとかしたんですけど、できれば寝る前は、まだ温まってるじゃんでいいんですけど、朝起きたらすごいカチカチになったんで、寝る前はもう必要なものはもう上に置いてたほうがいいですね、はい、っていうようにします。で服とかも上は合わないですよね、ズボンとかすごく履きづらいんで、まあ、履きやすいものを選ぶとか、あとは、靴下ですね、靴下これも僕は履けなかったんで裸足で行ったんですけど、まあ、クロックスとか、でもサラリーマンの方とかクロックスはちょっとね難しいと思うんで、まあ その日だけは例えば裸足で革靴履くとか、まあ、なんとかして、もしくは誰か履かせてもらうとかですね、まあ、してちょっとやるといいかなと思います。はい、でまあ、卓球なんですけど、卓球もあのこうやって球出しって、まあ、ちょっと卓球の話なんですけど、卓球こう球出しは普通にできるんですけど、こうちょっとでもこう回す動作がちょっとでも入るともうアウトで、まあ、やっぱり動かさない方がいいですね、こうもうそのまま、はい、でそしたら多分動かせると思うんで、でそういう風にするといいかなと思います、はい、ちょっと今回ですねぎっくり腰の話になってしまいましたけど、ぎっくり腰の話になったんですけれども、はい、ぜひですね参考にしていただけたらと思います。はい、どうもお疲れ様でした。